ラジオ時です、えー。遅くなっちゃいましたけど、もう寝、ね、ないといけないんだけど、7月2日木曜日の注目銘柄、えー、そして日本株の解説をやりたいと思います。えー、っと音響効果、音響効果お願いします。わーっとかやってください,、はい。はい。もうね、ちょっと今日も遅くなっちゃって、本当はちょっとどうしようかと思ったんですけど、今日ね、あの。 一本前の動画でラジオと FX っていうね、新しい売買提案のやり方を始めたんで、大胆にも <laughs>。大胆にも始めたんで、えっ、ー、と、ちょっとそれもあって時間食っちゃって、ちょっと日本株がね、遅くなりました。えー、朝見ていただいている方はいいと思うんですけど、夜見たい人は出てねえな、で終わっちゃったかもしれませんけどね、二日。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、東京エレクトロン。 これ、注目銘柄ってことでね、これ強い銘柄に今日入れていきます。で、だいぶね、前から迷ってたんですけれども、えー、東京エレクトロンはね、まあ、こんだけ強く動いてくれば強い銘柄に入れるしかねえしようっていうね、高値抜いてきたんでね、入れていきますけど、あ、ちょっとチャート見ていきましょうか、ね。これ東京エレクトロンの今日のチャートなんですけど、もう高値抜いてきました。んで、昨日、 おとといでしたっけ東京エレクトロンデバイスっていうね、子会社入れたんで、子会社を強い銘柄に入れておいて、親会社を入れないとはどういうことなんだということでね。まあ、ちょっと、えー、これ、そこの辺は古いメモなんで消して、えー、これを入れていきます。まずこれ最初にね、これ入れ,入れておきますけどね。7 えー、7.2木夜なんですけどね。今もう金曜日なんですけどね。えー、強い銘柄に、えー、新規追加ということでね。入れておきます。よっ。東京エレクトロンを追加。強い銘柄に追加です。えー、で、これはね、まあ言うまでもありません。<laughs> 言うまでもありません。これはね、強い銘柄です。 買いのポイントなんですけどね、まあ、高いんでね、2万6000円、まあ、もうちょっと、安くいこう、2万5000円まで押したら買いましょう、これでも高いんですけどね、はい、2万5000円でも高いです、2万5000円、はい、 ですねはいまあこれ2万5000円ね高いんですけどこれでも高いんですけどちょっと考えてみてくださいということですね押したら買う、まあ、すぐに買っていくのはちょっとね買い増しも難しいんで高いんで 100, 100株で250万なんでねただ多分うちのこのチャンネルは金持ちの人も見てる <laughs> 金持ってる人も見てるわけよ 一億持ってる方、ちょっと手を挙げてみていただけますか。1億円以上の資産ある方。ああ、はいはい。ああ、やっぱり、20人ぐらいいらっしゃいますよね。<laughs> 1億円以上。まあ、大体一億円持ってる人ってどれぐらいなんだ ?50 人に1人ぐらいいるよね、確か。なので、えー、まあそんなこと言うとね、あ、俺1億円持ってないっていうことで、あれかもしれません。まあ、持ってりゃいいと思うじゃないと思うんですけど、50人に一人か100人に一人は1億円持ってますんでね。 多分20人ぐらいは1億円持ってるんでえ、ただまあそれがどれだけ投資できるかはまた別問題だけど、まあ、250万をね、2回買うぐらい大丈夫と。信用取引使えば全然大丈夫みたいな人もいるかもしれませんけど、えー、東京エレクトロン、これ入れておきますので、えー、まあ強い銘柄ということでねで。この間は東京エレクトロンデバイスっていうのを入れましたけど、それは子会社ということで今日は親会社を入れました。 えー、東京エレクトロンに関してはわからないという方は多分結構有名だから、えー、いないと思いますけど一応ちょっと1 0 3 1 1一応あの1 1 1さんですねちょっと1 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 1半導体1 1装置 世界3位っという会社ですね。まあ、それだけですね。5G 関連銘柄でもあるということです。まあ、非常に業績好調で強い銘柄の有名な銘柄で、で今、あの東証一部の売買代金の上位ランキング見ると、まあ、たいね、ソフトバンク、そしてこういった ダブルインバースだったり、えー、ETF が強いんですけど、その次とか、ニンテンドーとかと並んでくるのが、えー、この東京エレクトロンですね。で、なんでニンテンドー入れないのか。これはね、あのー、ニンテンドーはゲームの銘柄なんでね、えー、浮き沈みがあるんですよ。ニンテンドー。浮き沈みがね、あるんですよ。週足を見ると、 悪くはないんですけどね、はい。悪くはないんですけれども、やっぱりね、ゲームの銘柄は浮き沈みがあるので、いいんですよ、チャートはすごくいいんですけど、えっと、ヒット作品に恵まれないときにはちょっと、えっと、しょぼくれることがあるので、大丈夫だと思うんですけど、ちょっとゲーム銘柄はね、うちはあまり強い銘柄には入れないようにしてます。じゃあソニーは何なんだいや、ソニーはゲームだけじゃないんでね。 ということで。まあ、もちろん、任天堂なんかも総合的に見れば大丈夫かもしれないんですけど、今のところちょっと任天堂を入れる気はない。高いしね、株価がね、ないんですけどえ、今日東京、まあ東京エレクトロンも高いんですけどね、まあ高値抜いてきたところで強い銘柄に入れました。で、今日強い銘柄分なんですけどね、まあ今日は調整してるんですけど、今日はの雇用と、昨日雇用統計が出てよかったんですよね。もうそこそこ。 のまああんまり今日株価が大きく下げて引けない限りは大丈夫そうで明日以降またねちょっと東京市場上がるんじゃないかなと思っていますなので、えー、まあねえ押し目買いで買ってるものはまあ惜し目買い狙ってるものとか押し目買いで買えてるものとかねそれはまあ大丈夫じゃないかなと思いますね 富士通も今日、薬状ですかね、これ1万2350円ね。えー、まあ大丈夫だと思いますけど、まあ要するに富士通なんかでもこれ、ここで買ったら、その後にやっぱり結構下がったところでもう一枚、えー、枚。例えばね、2000円下がったらまた買うとかね。そんな下がらないでしょ。 下がったら大変ですよって言われるかもしれないけど、まあ、これぐらいは下がってもしょうがないっていうかね、あり得る。えー、わけです。ので、123万。だからここまで下がると20万ぐらいのマイナスで出るんですけど、20万ぐらいのマイナスで出ても平気ですよっていうトレードじゃないと、それでまた買い増しして上がるの待ちますよっていうトレードじゃないと、ダメですねで。資金に余裕がないと。5700円、この辺ね。 まあ、自分で決めてほしいんですけど、あのポイントはね。レーザーテックもこれ1万円買したしねが今日通ったかなうちあ、違うや。1万円で買ってもいいけど8500円ですよね、基本的にはね。なので、もうちょっと消してみましょうかね。1万円で買う人は買ってもいい、買えたかもしれませんね、レーザーテック。えー、っと、フルカ電池がちょっと下がってますけど。うん。 まあ大丈夫だと思うんですけど悪いじゃ出てませんよね <laughs> 悪いじゃあり出てますよね。93だ。大丈夫ですね。はい。 大丈夫です逆にいい材料とか出てますね。はい。マネジメントソリューションズも、えー、今日買い。オリンパスも買えてるかな。はい。で、こんなところで、えー、今日、えー、東京エレクトロンも入りましたのでね、いいギャランティも買えてると。で、まあ本当に高いところで買ってるものに関してはね、ちょっと利が取れればもうすぐ利食いして終わってほしいんですよね。で、えー、本当に長く持ちたいんだったら安いところを待ってくださいということですね。 でえっと今日日経平均とかちょっと見ておくと、あんまり上がってないんだな。ちょっとあれかな、ニューヨークだ、これ今5分チャートですけど、ニューヨークだ、あ、ニューヨークでもちょっとね、これ、こういう時計の後上がったんですけど、ちょっと調整しますよね。週末だからってこともあるんでしょうけど、まあ、あとはやっぱりね、リスクが、ね、東京も今日107人で、あどうなんですかね、でも、ね、えー、 ななんなんですかあの緊急事態みたいなことやらないって言ってるんですけどやらないと帰ってこないんだよね帰ってこないよねか僕あの一般的な国民の感覚としては、えー、しっかり対策してほしいんだけど何やってんだろう政府って感じがしますよねで要するに、うん、もう営業するなとか言えば金払わなくちゃいけないからそれは無理だからっていうことなんでしょうねもうこれ以上はってことで最近だから政府もお金はばらまくとか税金下げるとか言わなくなってますよね まあそういう意味で、えー、もうできないということなんでしょうかね。だからあの、よく僕、金融緩和とかは限度があるんだよねっていう、限度があるし、どっかで諦れちゃうんですよねっていう言ってるんですけど、まあそういう段階にね、もう入ってきてるのかもしれないですね。国が積極的に、えー、例えば、このお仕事はやめてください。その代わり国がお金払いますよっていうことを言わなくなってますよね、あんまり。 で、今2万2340円ぐらいまで上がってるんですけどね。まあ強い銘柄は大丈夫だろうと思うんですけど、まあいつね、急変があるかわからないんで、これ今日経平均真横一文字ですけどね。ついでにちょっと為替ですけどね、為替はまあ、うんと上上っていうふうな動きでいくんだろうと思ってるわけですよ。で、えー、どっちかって言ったら買いではないかなと思ってるんですね。まあこれはあの、 どれが強いっていうよりも円が弱く見られてて、今円安の動きになが鮮明になってきてるんでね、結構。鮮明って言っても、今日天気予報で言ったみたいにメインチャンネルの、今買いましょうみたいなね、そんな状態ではないですけどね。さて、えー上昇率ランキングの、え査定というか <laughs>、評価をしていきたいと思いますけど。 えっと、今日は第1位が8167リテールパートナーズ。これは食品スーパーが合わさってるやつです。食品スーパー連合ですね。まあ、みんなで共同で仕入れして、安く仕入れて、もうようぜみたいな感じですかね。えっ、ー、と、これはまあ、950円ぐらいから始まって、まあ、ね、2倍ぐらいに株価上場来に来てるんですけど、 まあ,あの昨日も、ね、あの食品の銘柄なんかは、やっぱね、なかなかその、えー、利益が限定的なんで、そんなにね、期待できないんだって話をしましたけど、まあ、スーパーもそうで、うんまあ、今あの、この状況の中でね、追い風吹いてるんですけど、えー、かといってね、このあと3倍、5倍みたいな利益がね、出てくるとは限らないとは思えない。まあ、もちろんこれ 連合なんで、いっぱいこうスーパーがね、このグループに入ってきて、これが膨らんでいけばね、その分上がっていくんでしょうけど、まあ今見てるとね、そんなにどんどん新しい参入があるわけでもない感じなんで、まあこれは変えないよね。はい。えー、それから元宝なんですけど、あ、要するにリテールパートナーズはね、業績の情報修正をしているんですよね。えー、まあ、営業利益は倍になったっていうことでね、 まあ今の状況が追い風になっているんでしょうけどね。まあそれがどこまで続くか。まああの追い風は続くとは思うんですけどそんなにね何倍も何倍もっていう感じにはまあ、2倍になったといってもねこれもまあなんていうかあるある意味、えー、それはちょっと、えー、買いだめとかも入ってるかもしれないしみたいなねそんな感じがしますので買えません。3, 7, 6, 5, 元は スマホゲームパズドラっていうんですかパズルドラゴンズは収益の柱。っていうことなんですけど、任天堂のスイッチっていうゲーム機があるんですかねちょっと僕ゲーム機あまり知らないんですけど、対戦忍者ガムアクションゲーム。この忍者ガムアクションゲームでよくわかんないんですけど、忍者ら。<laughs> これが世界累計で200万ダウンロードを突破して廃されているっていうことなんですね。まあ、あの、要は、えー、ゲームの銘柄なわけなんですけど、 これね、え週、ー、足見ると、週足見ていったときに、これやっぱりね、ゲームの場合、ヒットはあるなしで浮き沈みがあるわけですよ。なのでね、これもあの、今は強いですけど、まあ今、巣ごもりなんかでね、強いんですけど、これはまあ強い銘柄に入れる判断ではありません。やっぱりゲームっていうのはね、やっぱり浮き沈みがあるんですよ。えー、そして9424日本通信、これは格安シムとかやってんですかね 携帯の僕はあんまり知らないんですけどずーっと iPhone 使ってて僕はで iPhone がもう今これ7使ってるのか8使ってるのか忘れちゃったんですけどで最近電池がどんどん切れてい電池がどんどんなくなっていくっていうことでそろそろ奥さんにね買い換えればって言われてるんですけど <laughs> ラジオおばさんに言われてるんですけどめんどくさいからいいやって言って、えー、買い替えてないんですけどねまあ,あ 買い換えると大変ですよね。いろいろまた、なんか入れ替えしたりとか、バックアップが怖いとかね。なんか、LINE が効いちゃうとかね。<laughs> いろいろあるじゃないですか。ので、えー、ちょっと怖いので、買い替えしておりませんけど。で、その格安子シムカーん帰ってる会社が、えっ、ー、と、財務省に電話回線を借りてるんだけど、それを値下げしてくれって言ってて、 それがどうも通りそうだってことで、そうすると通話料が半額になるかもしれないみたいなね、そんなニュースが出ておりまして、で、買われてるわけなんですけど、これはね、あの週足見てもね、悪くないんですよ。週足、悪くないんですよ。これ分割したんだろうな、これ100円で成就したってことはないと思うから。えっ、ー、と、週足見ても悪くなくて100円から、えー、あ、どうなんだ <laughs> ちょっとわからないんですけど、 分割してないのかなで、今200円。なんでこんな安いんだろう株価が。ちょっとわかんないですけど、200円っていう。で、これはね、うーん、まあだから、安いので、そう、買いやすいんですけど、2万円ぐらいから買えるんで、いいかなぁとも思うんですけど、これもちょっとね、いろいろ受け沈みがありそうなチャートなので、これはパスです。 そして、えー、9438MTI はュ、えージック j p とかルナルナなどのコンテンツ配信をしているということで、えー、スマホ向けの有料会員がたくさんいるっていうことなんですけどねで今回体調管理とか妊活を考える女性のための無料基礎体温記録アプリルナルナ体温ノートを、えー、オムロンヘルスケアが提供する婦人用体温計と電子体温計とデータ連携を開始したということで上がっているという材料がね ちょょっとしょぼすぎる <laughs> そうあのやっぱり妊活をしている婦人用向けっていうことですからすごい狭いよね <laughs> で。でこれでそんなに上がるかっていうような感じがあるんですけどまあ、その前に向かい上がってるんでまあなんでしょうね。えっ、ー、とまあ今、えー、まあちょっとした、えー、今の時流に沿った銘柄っていう扱いでもあるんだろうと思うんですけどあるんだろうと思うんですけど でこれは、えっと、週足も、まあ、悪くはないけど、良くもないわけですよね。あの、もちろん、あの、月額課金のサブスクリプーション型のビジネスっていうのは伸びれば伸びるんですけど、うん、そんなに強いチャートではないので、パス。2471S プール。S プールはコールセンター等への人材派遣 障害者雇用支援の農園事業が主だということですけどねで。上半期の業績予想が営業利益は7.9億円から9.9億円に29.9%増ということですけど、まあそもそもその利益の、ね、額はちっちゃいということで、えー、ありまして、えー、これね、まあ,あと、ね、えー、これ、ど、 ど,どういうことなんだろう ?10 円であの上場したわけじゃないと思うからごめんなさいねそこまで調べてないんだけどで今がいくら ?800 円うんでも10円から800円ってことは80倍すごいな <laughs> すごいな <laughs> そんなに儲かるんかこの会社はよくわかりませんけどねでそれを考えるとすごい会社みたいな感じがするんですけどね すごい値上がりはしているんだけど、これ、あの興味のある方は買ってみてもいいかもしれませんね。ただ、あのうーんと今のチャート見ると、これ陰線が多いじゃないですか。で、綺麗に上がっているわけじゃなくて、こう上下変動が荒いんで、これ買うんだったら、やっぱりね今、生やされているときに買うんじゃなくて、安いときに買わなきゃだめで、200円目の下とかでね、円東で200円目の下に来たときとかに、 買って入った方が良いのではないかなと思いますけど、200円目に近づいた時とかね、だったらいいかもしれませんけど、今だとちょっとこれ高値掴みじゃないかなと思います。で、ちょっとこの仕事、この会社の仕事ね、コールセンターへの派遣とか、農園授業と言われるとなんか地味な感じがしますけど、儲かってんですかね、ちょっとよくわかりませんけどね。 えー、あもがあのよく分かりませんっていうかずーっとの過去の話はねちょっとまだ調べてないんでねただ、えー、そんなに華やかなチャートではないんですけどまあまあ頑張ってる会社って感じです、えー、さっき言ったみたいに利益がね上半期の業績が営業利益が7.9億っていうのはま東、あ、証一部上場企業としてはそんなに多い感じではないと思います ので、これもね、興味のある方は買ってみてもいいかもしれない銘柄なんですけど、えー、安いとこで買うならいいけど、今ちょっと高いんじゃないかなと思いますね。週足で見たときに、えー、今、一番高いとこ900円があったんで、最高値ではないですけど、まあまあ、高いですよね。500円ぐらいが割安圏かなと思います。のでね、すぐに買えるわけじゃないよねっていうことで、これも却下ということですね。 いつも通り、えっ、ー、と、5つの銘柄見てきましたけど、今日もね、えー、あまりこれすごいから買えるっていうのはなかったですね。うん、たまに出ますけどね。えぇ、ー、6年36、昨日のキーパー技研とか買えないっていう話でしたよね、僕ね。2148。昨日の銘柄とかのどうなってるかちょっと今見てる。一四八やっぱね、あの、一発で終わってるっていうか <laughs>、なかなかね、 3919 39は結構、ちゃあの材料はよかったような気がするんだけどあ、ダメなんだね、やっぱりね。はい4 9 9あ今、昨日の値がり率ランキングちょっと見てるんですけど、やっぱり大した動きになってないということでね。え漬物屋さんどうなんだピックス。2925。2 29森割と頑張ってますよね。 ちょっと漬物が頑張るっていうのがちょっとよくわからないです。よくわからないんです, <laughs> ですけど、ね、何か秘密があるのかなちょっとわかりませんけどね。まあ、ということで、えー、今日は、えー、あ、だから、うん、そうですね。はい。で、今日は、ということで、この1、2、3、4、5、銘柄を見ました。1、2、3、4。5銘柄を見ましたけどね。特に変えるやつはなかったけど、エスプールなんかは、えー、 ままあまあ見方によってはいいかもしれないっていうふうに思いましたということですね。はいということで、えー、まあ今日金曜日、えー、いよいよ今週末ということで、えー、こういう統計は無事に通過しましたけどどうなんでしょうねやっぱり日本ではやっぱりあの、えー、計画的リスクのね人数増えてきたっていうのはだいぶみんな気にしてるじゃないですかね。 僕なんか個人的にすごい気になってて、岐阜県でもに岐阜僕岐阜県なんですけど、2人出てるし、ね、まあ結構ちょっと僕は心配です。だからなんかね、なんか1回かかると後遺症がすごいしつこく続くって話もあるしね、絶対になりたくないけど、まあ結構今緩んじゃってるし、まあなる可能性もあるよね。で、僕なんか60代ですから、 え、かかったら重症化して息ができなくなって死んじゃうんですかね。<laughs> そういうなんか窒息死みたいな感じで嫌だな。で、あとね。家族とかとかも会えないわけでしょ。それで死んじゃうわけでしょ。ちょっとなあ。かかりたくないんだけどねえ。今でも東京のね。かかった人なんかもうどこでかかったかわからないって。人が半分ぐらい確かいましたよね。 だちゃんと気をつけて普通に生活しててなんか熱が出ておかしいなって調べてみると「え陽性ですよ」って言われて「ええ?」っていうことになってるじゃないですか。ね。だからうんいくら気を僕も気をつけてるんですけどできる限りだけどいつになるかわからないよね。そんな感じで見てますけどね。 それが、まあ、相場にね、今日も影響、今日ていうか木曜日、4月2日も影響しましたけど、3日金曜日も、ね、もしかしたら影響するかもしれないなっていうのはあるんでね、そのあたり懸念材料かもしれない。ただまあ、強い銘柄をね、押し目で買っていくっていうのは今のところ大丈夫です。ただこれもね、本当に相場がガチャーンと壊れて,きてくるとね、結構厳しいんで、えー、今っていうのはう、変に株が高いっていう時期ですから、それ考えた時にはね、今、 ねっ、これ全力で投資する時期ですかって言ったら、そうではないっていうのは明らかですよね、うん。まあでもね、うん、だから安い時、何か悪いことがあって、安い時に勇気出して買うのが一番いいんだけどね。そん時はそん時でまた怖いんだよね。<laughs> だけど、こういう高値で買うのはね、やっぱね、よくないとは思うよね。だから、本当にいい会話ではないということはね。 認識しながら慎重にトレードをしてください。おしまい